気になるな。これでどうだ。はっ。君が勝つのは嬉しいけど、それが三頭身の養分になるなんて困ったもんよね。その仕組みに気づいたバルガスという名のブランクは、闘技場から魔を払おうとしたが、失敗した。三頭身に逆らって殺されたのかな？それとも逆に、取り込まれたか。邪悪な敵を撃つために命を捧げて戦いに挑み、死闘の果てに最後の敵を倒したその瞬間、もしかしてバルガスは勝利の喜びに溺れた。ここにいる戦いの鬼たちと
同じ存在になった。案外バルガスは今もここにいて、舞踏会を眺めているか参加していても不思議じゃない。ふん、やめてよ、そんなのまるで幽霊じゃない。ま、別に根拠もない思いつきだ。本気にするなよ、エコー。Thank you.